はい、おはこんばんにちは。ゲーム実況をしております穂村と申します。今日もよろしくお願いします。はい、じゃあ今日も紛れ子やっていこうと思います。今日はですね、ちょっと久しぶりですね。2日目ぶりぐらいかな。でですね、前回の動画にもあったんですけれども、ちょっと僕も思ってはいたんですけど、まあせっかく水着いろはの方ですね、貫突したのになんか使わないっていうのもちょっとあれなので、今日はちょっと水着いろはを使った編成でちょっとミラーズやっていこうと思います。でですね、どんな編成にしようかなと思ったんですけど、まあそうですね、まあネタ編成で行こうかなと思ったんですけど、それじゃなんか面白いやつがなかったんで、やっぱこのコネクト、ブラストダメージアップをとりあえず活かしたかった。別にブラストダメージアップ気にしないならここしかかからないんであれなんですけど、やっぱりこの銃っていうのを、ブラストダメージアップ銃っていうのを活かすためにはやっぱブラスト3枚持ちなので、まあ八千代アスカナナカとかを連れてきてもよかったんですけど、なんか結局水3体編成だったらなんかよく使っていたような気がするんで、まあ、そこにイロハをぶっ込んでもなと思ってですね。なのでちょっと今回はまあいつも通りタルトは入っちゃってるんですけど、まあブラスト3枚持ちで、まあそうですね、属性は合わせずに、まあ、こんなような編成でいこうかなと思います。でメモリアの方はこんな感じ、あ、いつもと若干違う感じですね。あのそもそもサポートタイプっていうのと、この2人がバランスタイプっていうことで、あのまず防御力が結構違ったっていうので、防御力調整するのにはどうしたらいいかと思ってですね、ただまあそこは置いておきましょう。そう、それで足を入れればいいかなと思って足入れたんですよね。でそしたら一応足発動してるときは一応水着いろはには攻撃はいかなかったと。で最初これじゃなくてインビジブルブラストとか入れたんですけど、それだと足剥がれた瞬間になんか猛攻撃受けちゃって、いわゆるあれなんですよ、挑発カウンターのカウンターを受けた場合に受けちゃったらこいつにタゲいっちゃったんで、あ、じゃあダメだということで、こっちの方のエイミングかなの方に変えました。であとは友達持ってないんで、ここら辺はツルピーとかでブラストを積んでやってる感じですかね。まあ順番はいつも通りです。カナエ、タルと、水着イロハに攻撃いくような感じになってます。ただ当然のごとく、貴族性で来られた場合は、攻撃を受けるんで、ちょっと困りますけれどもそこら辺はしょうがないですっていうわけで、今回は水着イロハを使ってやりましょうと。まあうまく使えるかわかんないんですよね。コネクトっていうかディスクが来ないとそもそも、っていう感じなんで言葉が出てこないレベルで。どこ行く？どうしよう。5属性か3属性か。総合的に高いのはここかな。5属性だと5。5万ちょっと。そうだな、ここかな。じゃあとりあえず1戦目やりたいと思います。というわけで水着ロハを使いたいところなんですけれどもここはもうあれでもな、水着ロハを使うっていう企画なのに水着ロハ使わないのはあれか。そうだよな。まあ今回は若干勝負はちょっと置いといて、水着いろはの火力やらなんやらをちょっと皆さんに見てもらえますかね。そうしましょう。本来は、ブラストコンボの方がいいです。あのカナエにツルピーつけて、なんだろう、フルゲージオーバードライブつけてるんで、ブラストコンボした時の火力がそこそこ出ます。友達つけてるよりかも出るんじゃないですかね、おそらく。多分一発2万ぐらい出るんで、あのピュエラじゃないのにもかかわらず
まあ結構えぐいです。その代わり、ブラストじゃない攻撃と、あのブラストピューラじゃなかった時の火力がまあ低いです。見てみますか。多分1万ちょっとぐらいしか多分出ないと思います、ブラストは。1万4000ぐらいです。今のは C のダメージ入っちゃってる、だから効果が入ってるんであれですけど、まあ1万2000ぐらいしか出てないですね。おっつ倒され切れちゃうか。あ、じゃあちょうど来てるからブラストコンボするか。ここはカナエは後回しだな。あ、でもここでやられるな。このカエで倒したいな。なんとかいけないかな、カナエで。でもカナエはあれなんですよ、クリティカルがないんで安定した火力しか出ないんですよね。合わせですね、しかも。え、っていうか、あ、やべ、回避じゃん。ああ、やっちゃった。やっちゃった、これ。まあ、しょうがないですね。休憩ではないんですけどね、全然。さて、どうしたもんかな、こりゃ。ブラストを駆使するとしても、友達分しか乗っからない。さっきが1616だから、楓が倒しきれるかが微妙だな。インビジブルブラストだったらいける気がするけど。微妙だな。でもアースだったもんな。だ、耐えきれるな、おそらく。多分これ逃げ気で多分いけると思う。1万6000ぐらいいくと思うんで、そうですね。で、これ倒しきれると。で、ここ抜けるんで、おお、いったね、意外と。逆転属性の楓の防御力の低さだったら2万1000ぐらい今刺さってましたね。まあ、あくまで聖女降臨入ってですけどね、あれは、火力は。クリティカル刺さってなかったですよね、多分。あれは。光闇。うん、まあ、S に行きますか。まあ、やっぱ別にアタッカーとかでもイロハないんで、そこまで狂ったようなダメージ量出すっていうわけではないんですよね、やっぱり。もう心タルト来ちゃってるんで、タルト使いましょう。かばう。これで水着色が来ないと。まあここはカナエにしときましょう。で、おそらく倒しきれないような気が、あ、いや、倒しきれるな、これ。あ、なんか倒しきれるな、多分。カナエフルゲージもう切れてるんで、多分攻撃力4とブラストダメージアップしかついてないですけど、まあブラストピューラーであれだけ刺さると、コネクトしただけで。それでも2万すもんね、単純に。逆転属性じゃなくても。さて、あ、ここはやめましょう。逆属性はいると。でもこれは低くないっすか、さすがに。2万4000はこのパーティーで、2万4000じゃ、24万はなんか違う気がしますね。こっちにしましょうか。あのパーティーで24万はさすがに捨て低すぎますよ。まあ、回避とかを積んでる可能性ありますけど、まあランク的に92なんで、まあランクで判別はできないですけど、そうっすね、なんか違う気がしますね。お、ちょうどバラついてるから、こうかな。
ていうかそもそもクリティカル刺さってるからあれですけど、まあ、さっきから見てもらえば分かるんですけど1万超えないんですよね。まあ、むしろ惨劇食らえただけまだマシっすけどねぶっちゃけ。ってことはマミさんを倒しきるかこの2人と。カバーはなかったっすもんね。まあこうしましょう。まあここで倒しきられることはないっすね。まあ、マミさんでもあのピュエラでこれぐらいの火力しか出ないって言っても、そっか剣マークとかねえのか。だからやっぱりそもそも火力が低いのか。そうだよな、マミさんで1万入らないっていうのはおかしいもんな。ピエラだったら普通に1号ぐらい入ってもおかしくないな気がするしな。お、ここ行きましょう。そうだな、水着イロハっていうか全然ディスクコンやんでもわざわざピューラー来てんのにピューラーじゃないやつをする意味合いは特にないんですよね。なんか水着イロハの動画のはずがなんか結局タルトとカナエの強さを見せてるだけみたいになってきてますけどこれおサナちゃんが空気読んだぞ。そしてカナエとこれどうすんの本当に。まあサナちゃん狙っときましょう。これはおそらく防御力が変わるんでオスタルトらへんに行くんじゃないですかね。アルマドの攻撃はたまた火力にしっかり振ってればフルゲージ友達だったら両方とも抜くんじゃないですか。これ2万ぐらい行くよね。だよね。なんかコネイロハのコネクト一回も使ってないですよ今日なんかすげえ意味でことしてる気がする俺これ何の動画だよなんか全然俺が思ってるのと違う。これやりたいことじゃないな。じゃあラストはちょっと無理やりにでもコネクトを狙いに行きましょうか。5体編成がいいな。強えな強え5体編成だ。でもそこに行くしかねえな。5体編成行こう。いやイロハのやつを使いたい。とは言ってもリズ倒さないと、これリズここら辺抜かないと多分やばいでしょ。だからいやそれでもダメだな。こうやらないとリズをとりあえず抜かないとダメだな。これこれで抜けるっしょ。でアリナの攻撃は来ないと。おお耐えるか。いいね。ここでブラストピューラーがじゃなくてブラストコンボができると、じゃあアリナを狙いましょう。2人だけでいけるかな。2パッチだよね。いや足んねえな。クリティカル出ないと足んねえな多分。単純にこれでやればおそらくは向こう側の2人だけが残るはず。お残るか。ああ残んないか。クリティカル刺さってなかったら残るかな。桃子
これでイロハのコネクトできますね。来ればの話ですけど。おいおい、そういうの来んのかよ。なんかやっぱ俺の思ってるのとちげえな。そこはタルトのブラストがもう一枚来て、ブラストピュエラーでオラ行くぞみたいな感じのが理想だったんだけどな。うん、まあ結果としてまあ水着イロハはこんなもんだったっていうことです。結局そうっすね。まあ純粋な火力はそこまでやっぱ出ない。8000っていうぐらいあるんで、出るには出ますけど、やっぱもうちょっと欲しかったっていうのありますね。あと2、300ぐらいは欲しかった、最低限。でもだからそうなってくると、結局カナエとかと同じでバランスタイプになる可能性があるんですよね。でそもそもそうなってくるとコネクトが強すぎるっていう。はい。なんかちょっと腑に落ちないですけど、僕の中では。そうですね、 HP 高くて攻撃力も高いし、ディフェンスっていうか防御力もそこそこ高いと。そもそも HP に 9% 補正かかるんで耐久力はあると。そうですね、で HP ないからタルトは耐久面はないと。でカナエは、カナエは本当にバランスって感じですよね。だけど唯一の弱点としては、多分このステーだからこそかもしれないですけど、やっぱカナエはこれですね。問題は8とデバフ解除って何っていう話で、最低限9か10は必要だろうっていう。最悪8でもいいから、何かあと1個欲しいかなっていうとこですよね。だその点コネクトは超優秀ですよね。10と10と霧ですからね。強い、やっぱ強いよ。まあサポート手だけの価値はありますよね。ドラクエじゃねえか、なんか FF とかのサポートだと結局 HP 低いっていう感じはしますけど、そうだな、そんなところかな。そうっすね。まあ結構てか結局は水着イロハを使う意味合いがあるかと言われるとあれなんですけど、多分コナハとかの方が優秀だと思うんですよね。それ言ったらちょっと、僕水着イロハの方こと好きなんですけど、まああれなんですけどね。単純なやっぱ強さで言えば水はやっぱコナハが強いです。ここ HP には振ってないですけど、火力やっぱ高くなるんで、まあ実質本、だカナエよりかも強いバランスタイプみたいなもんですよね。でコネクトも HP と攻撃力アップ、まあこれはいくつ 6? とアクセルですけど、まあ HP 回復っていうところで、まあそこら辺はカナエとはまた違う点ですけど、そうっすね。まあてなところかな。まあ水着イロハの本領発揮はちょっとできなかったっすけど、まあこのブラストダメージアップ10っていうのはかなりやっぱ強いと思うんで、まあミラーズでそこまで活かせるかっていうと、やっぱディスク次第になってくるんで、使いどころとしては多くはないと思いますけど、クエストとかだったら多分バリバリあのボスですかね、ボスってなんだろう、ボスとかあの複数マスあるっていうか、あの斜めとかじゃなくて縦横どっちかとか、そうですね、そこら辺で多分生きてきますね。しかも必ず霧だっけ、確か。だこれがこれも強いんですよね、必ず霧っていうのも。まあぶっちゃけ確率で幻惑とかでもいいんですけど、できれば確率幻惑の方が良かったですけど、まあ、必ず霧ってことで、まあ相手の攻撃の何て言うんですかね、頻度を下げられるっていうんですかね、当たる確率を少しでもっていうのは、まあ強い身だとは思うんで、まあ取って貫突した人はぜひ使ってあげてください、これは。決して弱くはないと思うんです。
使ってて思いますけど、ただなんだろう、キャラ充実している人からすると、まあもうボックスの番人、もう絵が可愛いからとりあえず置いとこうみたいな感じになってきちゃうと思うんでそうっすね。まああとは少しでもクエストとかで活かせる部分があればいいかなっていうキャラですかね。はい、というわけで、どれぐらいの人がこの水着ロハを貫突されたのかわかんないですけど、多分多くないと思いますけどまあ今後僕もちょこちょこ使っていこうとは思います。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。